朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、この冷え込みによって進むのが紅葉です。奥多摩の山々では木の葉が赤や黄に色づき始めています。山梨との都県境にある標高およそ1500メートルの三頭山では、山の中腹あたりから徐々に色づき始めています。登山道の途中にある落差35メートルの三頭大滝でも、周辺の木々が赤や黄に染まり始め、この時期ならではの風情ある景色を楽しむことができます。三頭山の管理事務所によりますと、例年見頃は今月下旬頃で、今年も来週には見頃を迎えそうだということです。三頭山以外にも奥多摩地域では標高1000メートル以上の場所で紅葉が始まっていて、最も高い雲取山ではすでに見頃を迎えているということです。